こちゃ、こんばんは。おはようございます。全部合わせて、そう。こちゃ、こんにちは。こんにちはでございます。で、そして、こんばんは。まあ、朝起きてる人はおはようございます。まあ、全部でいいや、それで。うん。でね、あのね、生活保護受給者の話っていうのがさ、まあ、出てくるんですけど、あ、なんか、コメントを言っていただいてる方たちありがとうございます。未来さんとか、あとなんか、きよみさんとかって言ってくれてたけど、嬉しいですね。本当に。もっとちょうだいって言って、あ、これ、ちょっとカメラずらそうかな。あれ、ほんと嬉しいですね。で、今回話なんですけど、全然話戻します。うん。あのね、生活保護受給者の恋愛事情っていう風に前、別の動画で上げさせていただいたんですけれども、あれは、生活保護の、こう、受給者と、まあ、受給者が、こう、くつっちゃうみたいな感じなんですよ。まあ、要は、なんとか、日中の暇の人間のうちがこうやってる感じなんですよ。で、今回はね、結構禁断の話っすよ、禁断の話。生活保護受給者の母子と、ケースワーカーが付き合うことがあんだよ。おう。俺、これびっくりしたよな。あのね、あったの。これ分かってたんだよな、後でね。うん、これね、これすっごいドロドロしてんのよ。ね、やっぱね、母子家庭って、その生活保護に、その、家庭が問題なんだよね。だから、私結構ほら、母子家庭を否定でしていくでしょ。この前の動画もそうだけど。で、なんか母子家庭舐めんじゃねえよ、みたいな。あれ、まあ理由があるんだよね。なんでかって言ったら、父子家庭だっていいじゃんっていうところとか、あとは、裁判やった時に、結局さ、その、女性が浮気をしてたとしても、その子供がいた場合に親権をね、父親は取れねえんだよ。でもさ、父親ってさ、子供のことめちゃくちゃ好きじゃん。ね、その父親を親権取れないってさ、これどういうことなんつって。で、俺本当に母子嫌いなんだよ。だってさ、その、母子家庭っていうだけで、同情されたりとかさ、なんか子供もさ、その、お母さんがやってくれて頑張りました、みたいなとか、美談が多いんだよな。なんか、いちいちさ、だってさ、あれ、母子ってあれだよ。騙してんだよ、姉妹には。だって、あなたのお父さんは、亡くなっちゃったとか言ったりするんだぜ。うん。でさ、その、前の旦那さんとかに、会わせる、権利あるわけだよ。ね、この男の方だって。会える権利あるわけじゃん。それなのにさ、この、母親がさ、なんつうのかな。まあ、息子とか娘さんとかを合わせると、その、なんつう、良くない、みたいな。なんか、成長に良くないとかさ。で、この女って、母子って新しい音を作るんだから。ね？で、それでさ、ようやくここに慣れてきたのに、本当のお父さんが来ると、なんか、いろいろでごちゃごちゃしちゃうからとかって。で、あとは、しまいにはさ、養育費を振り込まない、ね？ダメな男がいるんです、みたいなさ。つうかさ、日本ってさ、なんか男に、なんか、恨みでもあんのかね？モテない女ってひがみじゃねえのかって思うんだけど、いい女ってだな、男のことをな、そういうこと言わない。まあいいや、そして言ってしまうと、またいろいろ問題があるから、また言わないけど、でもね、母子家庭ってね、ずるいよ！こんなこと言っちゃうけど、いちいちずるい。いろんなことが。なんか、養育費がもらえないとかって、ちゃんと、この男に合わせてれば、ね、うまくいくんだよ、ちゃんと。なのになんか、結局さ、その親同士のさ、この意外見合いで、ね、別れちゃってから会いたくねえんだろ？な、だから子供回したくないとかあんだろ？ふざけんじゃねえよ、この野郎。まあ、いいや。まあ、この話別の動画ですわ。この、母子の、この、離婚問題に関しての、クソ女っつうやつ出すわ。まあ、ちょっと怒り浸透してきたわ。ちょっとま、熱くしたな。ごめんなさい。うん。はい、すいませんでした。うん。で、そこで、まあ、母子家庭の、その、女の人と、その、生活保護のケースワーカーが、うまくね、いっちゃうケースとかね、結構あるんだよ。うん。てか、うちの事業所でもあった。事務所でも。で、同時に、他でも聞いてんの。いろいろ。これはさ、どうかね。ね。うん。気持ちはね、正直ね、俺もわからんではないの。なんでかったら、結局、母子っていうのは独身女性なんだよ。ね？で、それで子供がいるわけじゃん。そのさ、
ストックホルム症候群だっけ？なんか心理学であってさ、捕虜になってる人がいるんだよね。で、誘拐だ、誘拐。誘拐とか捕虜とかで、女性とかが誘拐されちゃって、で、あと、少女とかがさ、誘拐されて、その犯人に愛情を抱いちゃうみたいな、あるんだってな。なんでかったら、この人に好かれないと自分の命が危ういっていう、ことがあるからって言って、好きになるっていうのがあるんだって。で、なんで、別に好かれればいいじゃん。好きになる必要ねえじゃんって思うでしょ？これ、偏方性の権利っていうのがあって、相手を好きになる。要は、自分のことを好きな人のことは嫌いにならないっていうのがあるんだよね。っていうのがあるから、結局、ストックホルム症候群使っつって、誘拐した自分を不幸にしてんだよ。なんだけど、いわゆる依存に関係に近いんだよね。絶対ここで好きになるっていうのがね。で、生活保護もさ、結局さ、ケースワーカー、担当するケースワーカーに、嫌われたりとか、なんかあったら指導指示とか食らったりとかして、なんか髪型かなんか、まあいいや、どうでも。ね。で、なんかこの影なんだ、これ、ちょっと、これ、まあいいや、まあいいや、そんなどうでもいい。俺、これ、ちょーっつって、まあいいや。あーっつって、まあいいや、そのね。で、っていうのがあるから、ケースワーカーに対して、なんかほんとこの真ん中のちょろ、気になっちゃうな、これな。こうやって、すいません。私は、これでいいや。ごめんなさい。相手の男、ケースワーカーが、ね、保護費を支払うっていう、まあ、位置的にいるから、うまくいこうっていう関係が出来上がるらしい。そうすると、母子が、ケースワーカーに対して、好意的になるわけよ。そうすると、やっぱ男だからな。ちなみに、生活保護のケースワーカーとかって、男多いんですよ。何かあったら、危ないんですよね。生活、俺、これ後の動画、別の動画で明かそうと思ったんですけど、刺されるね、一歩手前まで行ったの。一歩手前ってのは、本当にこのお腹、これ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 、このお腹、これが、プツ、ここまで行った、ここまで。すごい長いんだよ。包丁みたいなさ、パン切り包丁みたいなんじゃん。あれ長いじゃん。ああいう感じの、なんかどっからなってきたのかって、この話後でするけど、危ない目に遭うのよ。っていうのがあって、で、生活のケースワーカーさん二人一組で行くっていうのもあるんだけど、単体で一人で行くこともあるんだけど、とにかくクズ野郎だからさ。で、そんな中でね、母子がいて、で、その中にも、で、それで男性が多いんだよ。そうすると、話をしていくうちに、母子っていうのはさ、世の中でさ、結構、あれでしょ？人気あるでしょ？で、これが、かわいそうなんだよ。な？マイク。かわいそうなんだよ。そうなんだよ。で、そうすると、ケースワーカーも思わずなんか何かしてあげたいなーみたいになってきちゃうんだよな。なんか誇りがあるわ、これ。で、それで、誰々さんだけに頼れますとかつって始まってさ、ボシッと。うまいよねー。N 君。N 君。N 君なんかさ、もうコロッと言っちゃったよね。あの人、いい人なんだよ。いい人とか言うんだよ。いい人ってなんだろうな、定義的に言うとね。もうわかんないけどね。でさ、それで、なんつうかさ、この向こうのね、訪問件数が増えるの。訪問回数が。就労指導のためですとか言って。で、訪問回数が増えてって何回も会うでしょ？そしたら、個人的に自分のね、母子はさ、悩みがあるでしょう、みたいな感じで、自分の個人携帯の、LINE とかを交換しちゃうんだよ、メールアドとかつって。それで、遊びっちゃうんだよ。付き合っちゃったんだよこれね、分かっちゃうんだよ。なんでかっつったら遊び場とかにさ、自分らも行くじゃないですか、結局土日って。で、公務員っていうのは土日休みなんで、必然的にね、みんな土日でデートしちゃうんだよ、結局。そうすると、こうやって、あれ？え、N 君？あの人って、母子、あれ？お、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 
って、そうすると、向こうがさ、シッ、シッ、シッ、あ、だから、刺した、刺した、みたいな。なるんだよな。結果ね、別れてたらね、別れちゃったんだけど、まあ、母子で生活保護になるっていう感じの人とはね、結局あんま付き合えないです。なぜかったら、別れ癖なんだよ。あれ、あの人たちのは。うん。あの、経済的にどうにかなるってことを知っちゃった、甘い汁を吸っちゃった、まあ、クソ野郎ってことだな。あの、母子の生活保護の人たちっていうのは、あの、結構クソ多いよ。うん。だから、これ一つ言っとくわ。一般の人たち。母子家庭で生活保護を受けなきゃいけないほど辛くなっちゃってて、大変なんですとか言ってる女の人狙うぐらいだったら、ね、チャレンジしよう。ね、丸の内の OL さんとか、綺麗な、ね、田舎の女の子、まあ、そういうんじゃない。うん。都心のね、小綺麗な人、チャレンジしていこうぜ。やっていこう。うん。どんどんやっていこう。自分の可能性を狭めちゃいけない。そんな、自分の経済状況とか、まして子供がいるね、ところで、苦労させてるようなね、このクソ母子なんか相手すんじゃねえよ。もっとな、もう、きらびやかな、もう、ちゃんと自分たちで、一人でね、生きてる、たくましい女いるんだよ。な？そういう人をね、まあ、応援してくっつう、そっちがね、日本経済を支えてくんだよ。ああ、もう母子なんかいらねえ。あ、いらない、ごめんごめん、今、いらねえじゃなくて、それでもいるんだけど、それを追うんじゃなくて、なんつうかもう、もっとさ、もっと頑張ってるから、女の人たちって。女の人すごいんだよ。ね？だから、その人を追ってこう。もう、なんかもう、変な風にみんなやめてこうぜ、ってことだよ。なんか、母子、かわいそう。ほんとか？で、あとな、そこで言いたいのはね、あるんだけど、結局なんか自分のさ、男の人さ、その、下半身に左右される部分があるから、この母子だと、なんかちょっと色っぽさとかですね、テクニシャンみたいなのが、まあいいや、そういうのはちょっと、ちょっとバンクられそうだから。ね、だからそういうんじゃなくて、純粋に、その今自分で頑張ってる女の人とかいたら、自分で応援してよっていうね、それでいいじゃない、好きな人、好きな人と付き合う、なんて素晴らしいんじゃないか。だからさ、なんだよな、不幸自慢してくる女には気をつけろってことだよ、ね、生活保護は不幸じゃねえよ。だってさ、ね、あの金毎月入ってくるんだからな、母子に騙されんな、マジで。これ本当のお話だよ。だから母子なんかどうでもいいんだよ。独身の女の人をリスペクトしてやってこうぜ。で、あとは結婚してる人いるじゃん、女の人で、でその人がまあいろいろ悩んでるとかあったんですが、そしたら、そこで、なんか、うん。いろいろ悩み聞くとかね。うん。とにかくね、まあ、俺、結論言いたいのは、生活保護の母子のね、女の人は相手にしない方がいい。うん。あともう一つは、生活保護の母子家庭の女の人に言いたい。それを狙う男っつうのは、基本的には、クズしかいねえわそうだ、そうだよね。うん。まあ、要は、クズ同士付き合ってればいいんじゃないの？じゃねえよ！ふざけんじゃねえよ！クズ同士付き合ったらもっと生活保護増えちゃうじゃねえかよ。うん。つまりな、そういうクズ男と付き合ってんじゃねえよって話。だけど、結局さ、この、女の人だってさ、このね、クズ生活保護受給者の人たちってのは、下半身発達すごいの。バカボコ、バカボコ、バカボコ、パーンだよ！ほんとに。うせよ、バカら！羨ましいわ！死ぬ！この野郎。まあいいや。まあそうだよね。はい。ちょっと見出しちゃいましたけども。許してください。そんなわけで、生活保護受給者の女の人たちのね、この低層管理のなさとか、いろいろあります。うん。バカンボコンしてんじゃねえよ。うん。まあいいわ。そんな感じです。はい。まあ、ごめんなさい。なんかまとまりないけど。さよなら！さよなら！さよなら！バイバイ！あ、そう、あ、野菜食べな？本当に。野菜食べた方がいいよ。うん、じゃあね、バイバーイ！